せんの、ああ、ハチさん、先輩。練り物やったやないか、やっぱり。いや、侵入者、ノンカラ処理に失敗。秩序を乱すもん、こいつ。なんだと思う。私は王だ。秩序をもとに、頭の子。完全なことになった今、もはや器不要。すべてをメモリー。いけない、塔が暴走してる。おお、刺された。大丈夫？任天堂プレス。成長するのか。おお、なるほど。落ちた。プラトゥーン3。いやー、そのヒーローモードも良かったけど、この入り方もいいな。サイドオーガ。悪くないな。悪くないなという言い方は違うか。お、ハチさん、ハチさん、起きてください。お、目が覚めた。よかった。気がついたみたいですね、先輩。アチさん、助けていただいて本当にありがとうございました。私が元の姿に戻ってびっくりしたか？飯田がちょちょいとしたらこの通りだぜ。すいません、先輩がドローンの姿になっていたもの。すべて、ときめもちする世界の大冒険が原因で。あ、ゲーム？ん？ときめき？ちゃんと説明しますね。ここは私が作ったネリバース。おお。いわゆる VR。仮想現実の世界です。うん。仮想現実って、おいおい、ここは本物世界じゃなかったってことか。はい。私たちはこの世界、ネリバースに精神だけ飛ばされている状態です。おお。さっきのモヤモヤ、オーダーは私を支配してネリバースを暴走させ、たくさんの人の精神をネリバースに無理やり取り込んだんだ。ほうほうほう。そこ、僕も巻き込まれたってわけか。ミスター、ごめんね。あなたまで取り込まれるなんて。とにかく今、この状況を何とかすることを考えよう。そうね。どうにかしてオーダーを止めなくちゃ。オーダーの目的は色のない秩序の世界を。白だったりのか。誰一人自分の意志を持たず、同じことを繰り返し続ける。おお。単細胞なのか、こやつらは。そんな永遠に終わらない世界をね、リバースで実現することなんです。おお。なんだそりゃ。つうか、ね、リバースは現実じゃねえんだろ？ネリバースがその秩序の世界になったとして、現実の私らには関係ないんじゃね？うん。それが、オーダーを取り込んだ人から意思を奪うためにノンカラ処理というものを行ってまして、ネリバースでそのノンカラ処理とやらをされると、現実の自分も言い出じゃ、ただじゃ済まないということが言い出じゃないわ。ええ、ノンカラ処理されてしまった人は、現実でも少しずつ気力を失ってしまうでしょう。オーダーはこれからもたくさんの人の精神をネリバースに取り込み続けるつもりです。おう。このままではいずれ世界中の人が、気力を失って、現実世界まで大変なことになってしまうかもしれません。やべえじゃねえか。なんとしてもオーダーを止めるぞ。すみません、全部私のせいで。え、飯田がネリバースを作ったのは大事な理由があったからなんだろ。それは悔しがって、横断のやつ許せねえよな。私らでぶっ飛ばしてやるぜ。先輩かっこいい。
ここで当たり目は出てこないか。やっと。おお。なるほど。よし、こっから先も、私がバッチリサポートしてやるから安心しろよな、ハチ。じゃあ行くか。お、行くのか。ハチさん、少しいいですか？お？ロッカーのことか？調べてみて分かったのですが、どうやらオーダーはこの塔の難易度、ものすごく上げてしまったみたいなんです。お、なんだそりゃ、難易度が上がるとどうなるんだ？見ての通り、塔がより高く、まがまがしい感じになってしまいました。それだけでなく、ライフが減って、一回のミスで塔の外へ追い出されるようになっていたり、ハチさんの受けるダメージが大きくなったりしているようです。おう。グエー、結構きついぞ、それ。ただ、私もネリバースの開発者として指を加えて見ているつもりはありません。おう。塔の外からならシステムをハッキングできそうなので、プログラムを書き加えて難易度を下げてみます。んなことできんのか？さすがだい、いいだ。ただ、ハッキングには真珠というものが必要です。おお、ハチさんはもう真珠を持っているはずですよ。50。その真珠はさっき塔から出た時に生成されたものです。塔から出ると、中で手に入れたカラーチップと練りコインが自動で真珠に変換されるようになってるんです。おう。よくわかんねえけど、塔の中で頑張った分だけ外に出た時に真珠がもらえるんだな。その真珠で飯田にハッキングしてもらえば、次はもっと戦いが楽になるのか。そんならいけるかも。なるほど、なるほど。そういう感じで武器が強くなるんだね。今、ハッキングできそうな設定はこの辺りですね。よかったら早速試してみてください。30、50。最大アマース、ジャンプピンチ、ドローン攻撃スロット。はあはあ。塗りのドローンゲージ。地面の塗りでドローンゲージが増。ああ、なるほど。出るか出ないかってとこか。じゃあ、最大ライフは1で？ああ、受けるダメージ。攻撃はアップできないのか。じゃあ、ダメージを減らして、ハッキングして。で、残り20だから、ドローン行動スロットしか解放できない。カラーチップをドローンにできる。サポートコードの回数が。ドローンメガホール、以外のカラーハッキングが必要です。なるほどね。上の塔を登り切るときの、たとえ発散でも難しいでしょう。ですが、ハッキングが進めば戦いやすくなるはずです。私もできるだけサポートしますので、どうかオーダーを止めるために力を貸してください。それからもう一つ。ハチさん、このパレットを受け取ってください。ん？武器を持て、パレットで武器を変えられるのか。パレットってカラーチップははめれちゃう。イーダも持ってたんだな。このパレットをドローン、つまり先輩にセットすれば、別の武器が使えるようになりますよ。調べたところ、ネリバースには他にもパレットがあるようで。他のパレットの反応はこのロッカーから出てます。なら3位と4番が反応してるな。先ほど助けてもらった時、ロッカーの鍵穴に合いそうな鍵を拾ったので、持って行ってください。3つか。そうそう、パレットは塔を登っている間は変えられないので、エレベーターに乗る前に選んでくださいねと。ほうほう。で、なんだ。あー、なるほど。なんだこれ、飯田の日記じゃねえか。他人に読まれたらダメなやつだろ。ちゃんと管理しときゃ飯田。あ、それは何かの役に立つかもしれませんね。おお、ちょっと恥ずかしいですよ。先輩ハチさん、よろしければ読んでみてください。いいのか飯田。んじゃ、日記はハチが持っていてくれ。メニューで読めるぞと。おお。で、そういうことか。
お、プレート開け。このロッカー、いろんなもん入ってんのな。ハチもっと開けてみねえか。で、3と4で武器が出てくるってわけじゃん。おー、シューターね。普通に。これ、4号さんのパレットです。あ、4号のか。4号って誰だっけ最初のやつだ。当たり前に紹介してもらったニューカラストンビ部隊の隊員さんですよ。ああ、あのめっちゃ強いやつか。なんであいつのパレットがネリバースにあんの？実はパレットは魂の一部が形になったものなんです。おう。どうやらオーダーが無理やり4号さんの魂の一部をネリバースに取り込んでパレットにしてしまったようですね。マジ、大事にしねえとやばそうだな。このロッカーにはまだパレットの反応があります。鍵をゲットしたらどんどん開けていきましょう。おー。じゃあ、シューターじゃなくて、あ、なるほどね。それぞれの人のイメージで。で、4号が、スプラボムと、なんだろう。なんだっけこれ。まあじゃあ、スプラボムで、これ、シューターでいくか。いやー、どこまでいけるかな。目標としては。お、見ろ、ハチ、エントランスの雰囲気も変わってるぞ。真っ暗だ。真っ暗じゃない。なんかいろいろ増えてるっぽいし、塔を登る前に準備温度していくのもありかな。おお、確かにね。そういや、パレットは塔を登っている間は変えられないってさっき飯田が言ってたっけ。エレベーターに乗る前に、お、ああ、なるほど。パレット変えるならプラス。今だったら変えれるって言われてか。おー、懐かしいね、これも。で、これはこれだね。普通に。え、これは人の方がジャンプできるんだっけ？あ、人でもジャンプできるんだ。おー、懐かしい。で、これは向こうに行ける。人のやつだとジャンプできると。お、あの四角は何だ？思い出す？何を？最初の塔。はあ、なるほど。練りメモリー的な、練りメモリーだっけ？忘れた。さあ、お、増えたね。皆さん、この先、厳しい戦いになるかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。いっちやってやるか。ま、こうなったら最後まで付き合うよ。あ、パレットが空っぽになってんな。前のトーナで持ってたカラーチップは真珠に変わったからね。カラーチップによる強化も全て失われているよ。アチさん、ライフの数も前より少なくなっています。ライフをすべて失うと、塔の外に追い出されて、一回からやり直しになってしまいますので、気をつけていきましょう。で、お、はてなはてなはてなか。インクパチパチ？サブ消費量が少なくなる。ラッキーコンボが長くなる。ほうほう。まあじゃあ、普通の方にやっちゃうか。いや、まあ、ラッキーコンボ時間にしちゃうか。どの順番でもいいんだよね、おそらく。いや、まあ、ちょっと勉強しないとね。ああ、なるほど、なるほど。鍵をゲットできるところがあるんだね。なぎ倒すの。ボールを運べ。ああ、ボールを運ぶのね。ドーンってぶっ飛ばしてホールインワンだ。ホールインワン、さすがにできんの。とりあえず、外には、マックスコーン。ああ、な、そうだ、そうだ、これ。え、これで、
意外がボールにして、あ、そっちか。レーザーリス、え、どこ、あ、そっちか。それじゃないの。あ、ここは敵が出ていってたのか、さっき。で、これを上がるの。ここからホールインワンか。ただ乗ってなかっただけか。いやー、確かに難易度上がってるな。ラッキーコンボが増える。オッケー。インクネバーヌーン。塗りラッキーコンボ。地面を塗ってラッキーコンボが発生します。メインショット貫通。あ、いいね。こっちにしよう。貫通するのか。後ろの敵にも行くっていうことだね。リフト床のエリア。え、どんな感じだ？おう。貫通してるのかよくわからんけど。貫通してるっぽいな。ポンポン抜けなしでやっちゃう。オッケー。一回負けたらゲームオーバーだね。まあまだ最初の方は簡単でしょう。イカダッシュ速度上がる。インクショットダメージが上がる。突撃ダメージ。いや、イカダッシュ。これだな。じゃあそんな感じで頑張っていくって感じか。真珠のエリアはちょっと強くなるかな。すり鉢のフロア、すり鉢のフロア、あ、ほんとだ、すり鉢だ。あー、なるほど、ここで降りることもできる。回転するやつは最初だけ。一気一遍にうまいことなったな。なるほどね。爆破ダメージ、爆発で与えるダメージがアップします。イカロールアタック。うん、イカロールダッシュ速度上げていこうか、普通に。簡単簡単で言っても大丈夫なのかな？飲み込み台のフロア。で、こう、上からいいかな？これでどうなるの？メニューも開けない。あ、そこね。こんな感じ。あれ？どこ行った？あ、そっちか。
あ、どこ行った？あ、弾はそこにあったか。弾をどっち側に持ってかったと思うけど、よし、これで OK。 はまるまでちょっと時間かかるね、これ。で、次はメイン射程が伸びるのと爆発サイズが大きい。メイン効率アップ。あ、これいいね、普通。で、ここは何も表示されていない。どういうエリアなんだ？その真珠のエリア。空き地のフロア。空き地？よし、ハチ一緒に頑張ろうな。うん。空き地のフロア。あ、なるほど。ここか。ここここ。なるほど、そういうことね。これ30カウント。危ねえもん。塗っておかないと。上の時に、あ、なるほど。このタイミングでやらんとあかんのか。獲得。いやー、なるほど。そういう感じか。意外と難しいな。え、あ、真珠25ゲット。いいね。よし、まずは5回突破だ。うん。クリアした時に真珠がもらえましたね。この塔を5回クリアすると色々特典があるんです。5回クリアしていれば、その後の塔の外に追い出されても、次チャレンジするとき、最初に、500練りコインね。さらに5回で必ず自販機コーナーが出るようになるんです。お？自販機コーナーか、一息つきそうじゃん。それなら、なるべく毎回5回は突破しておきたいね。このままオーダーをぶっ飛ばしちゃえば、もう関係ないけどな。なあ、ハチ。自販機コーナー。うん。で、簡単普通。インクネバネは。爆発サイズは？コンボ今なんか出ないよな。味方のインクに乗っている敵の移動速度を測定。お、いいね、これ。飛び込み台のフロア。飛び込み台ね。上から行った方がいい。怖怖怖。ああ、ネバネバになって。よし、ギリギリ。上からやっていけばいい。そこ下か。まだ爆弾落ちるようにセットしてないからな。こんな感じで。なかなかちょっと。もうそろそろ爆発するやつ解放させないと。あれ？出ないのか？ラッキーコンボ最大数が20まで。インクパチパチ。衝撃インク回復に敵を、あ、ああ、なるほどなるほど。そういうのがあるんだ。まあでも結局どうしようかな。このインクパチパチも結構嬉しいよね。ちょっとこれにするか。ああ、そういえば最近ボム使ってないな。
あ、で、次の5階には、なんだ？ん？5階には自動販売機がちゃんとついてるね。ほんとそういう感じか。ノーマルでやられちゃった。入手ポイントは3540。ほう、36。まあまあもらったな。意外と終わるのはシンプルだったな。ドンマイで8、次はもっとうまくやれるって。うん、あ、8さんちょうどいいところ。やられてしまったから、リトライできる機能が完成しました。お、Y でリトライする記録を選べるので、よろしければお試しください。おお。ピンチ回復速度、ダブルチップか。あ、ダブルチップが、いや、それ、嬉しいな。報酬ネイリーコインが増えますね。でもこのダブルチップもらおうか。ハッキングする。ああ、でも意外と7なんだ。で、ピン。で、あとは。アーマーが自動でジャンプします。ハッキング。ジャンプの、いいね。で、あと10だから。じゃあ、ピンチ回復速度上げようか。で、リトライするには話。あ、なるほど。真珠が必要なのか。じゃあちょっとさっきの7回まで頑張って、じゃあ自力でいっかな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。